ルノー RS10 は、ルノースポールが1979年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、フランソワ・キャスタンとミッシェル・テツ。1979年第5戦から最終戦まで、実戦投入され、ターボエンジン搭載者として初優勝を記録した。RS01 に続く、ルノーの V6 ターボマシン。EF1 エンジンは、ターボユニットが、 ギャレット製から KKK 製に変更され、片側バンク一機ずつのツインターボとなり、ターボラグの解消に効果を発揮した。シャーシはミッシェル鉄により、チームとしては初のグラウンドエフェクトカーとして設計された。RS01 でも採用された U 字型に湾曲したリアウィング翼タンバンが特徴である。ドライバーは前年に引き続きジャンピエール・ジャブイーユと、 前年にデビューを果たした、ルネ・アルヌーを起用。開幕から4戦は、RS01 を使用し、第5戦スペイン GP から RS10 を投入した。地元レースとなった第8戦フランス GP では、ジャブ・イーユが初ポールポジションを獲得し、アルヌーとフロントローを独占した。決勝でもジャブ・イーユが独走し、ルノー及びターボエンジン搭載者にとっての F1、初優勝を達成した。 アルヌーは3位となり、ワンツーフィニッシュはならなかったが、2位に入った、フェラーリのジル・ビルヌーブとの死闘は後世に語り継がれる、名勝負となった。シーズン後半戦は、予選のルノー、レースのウィリアムズという勢力図となった。ルノーは4戦連続ポールポジションを獲得したが、エンジンの信頼性不足は解消されず、ジャブインアルヌー合わせて、計14回のリタイヤを起死した。それでも、 このシーズンはターボエンジンの可能性を知らしめ、自然吸気エンジンからターボ時代へと推移するきっかけを作った。ありがとうございます。